こんにちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。今日は北海道の帯広にある北海道ホテルに宿泊したいと思います。早速ね、チェックインしてホテルの客室のルームツアーなどしていきたいと思います。まずこちらでチェックインをします。こちらはチャペルみたいになってますね。すごい。綺麗。こんな感じです。こちらは鏡になっています。そして開けると扉がね、こっち左側と真ん中とこっちにあります。すごい変わった作りです。ちょっとこちらの扉から開けてみたいと思います。オープン。はい、こんな感じでクローゼットになっていました。ハンガーとちょっとね、下にはスリッパ、私がもうすでに履いちゃってるんですけど、スリッパと靴べらがありますね。すごい。反対側ちょっと見えたけど、こちらにはね、ちょっとマス枕と布団のセットがねありますね。おー、すごい作りだ。電気が消えた。はい、で入り口こんな感じで、鏡とこちらも開けてみたいと思います。おー、オープン。はい、こんな感じで洗面台とお手洗いと、はい、バスルームですね。こんな感じになっています。はい、まずね、洗面台なんですけど、アメニティ見てみましょうか。はい、まずかこんな感じで、カミソリ、ヘアブラシ、歯ブラシ、あとはシェービングジェル、シャワーキャップ、コットンセットですね。はい、なんかグラスが3つありますね。スリッパもさっき3つありました。で、ハンドタオルとフェイスタオル2枚ずつあります。これはね、ドライヤーがあるんですけど、こっちにもね、ドライヤーがありますね。はい、そしてこちらお手洗いとバスタブもね、結構広いですよ。これボディーソープ、コンディショナー、ポーラのものが揃っています。はい、シャワーカーテンがついている感じですね。感じになります。では続いてこちら見てみましょう。オープン。じゃーん、こんな感じです。はい、ちょっとお部屋を一周移しますね。はい、ちょっと細かく早速見ていきましょう。まずですね、入って右側、テレビだったり電気沸かし器、ティッシュがあります。でね、これ珍しいのが、ちょっとね、さっき見たんですけど、これをね、開けて男性のね、スーツのパンツとかをこうプレスする機械ですね。珍しい、初めて見ました。で、この下は冷蔵庫ですね。はい、ワンドアタイプ。お、中にね、お水が2本入っていました。北海道のお水ですね。はい、そしてこちらはこんな感じでね、ティーセットと
コーヒーがあります。はい、こんな感じです。で、カップとグラスもあります。はい。でね、ここはちょっと見えてるのが浴衣ですね。館内着になってます。温泉がねついてるので、こちらにはランケーブルですね、ランドリーサービスもありました。はい、これもね、あの浴衣の上に羽織るものですね。はい、続いてこちらは、ちょっとねデスクっぽくなってるんですけど、まず鏡と館内のねインフォメーションとかですね、案内になっています。で、荷物置きがあって、ぐるっと、はい、こちらには、シングル、セミダブルですねのベッドが2つ、今回ツインのお部屋になっています。はい、ベッド周り見ていきましょう。ベッド周りには電話とコンセントがね1つありますね。中は、あ、これでね調整する感じですね。あのライトだったり、ここで全部ね、はい、調整できるようになっています。で、反対側はこんな感じでね、椅子とテーブルがあります。ポーちゃんはねカフェラテ飲んでゆっくりしてますよ。で、空気清浄機と、まあ、ランプがありますね。でね、ちょっとねここのお部屋からの景色が、あのちょっとね売りみたいなんですけど、ちょっと反射しちゃって見えてない、すいません。ちょっと明日の朝素敵な景色をお届けできればと思います。はい、こんな感じで北海道ホテルのルームツアーを終わりたいと思います。